アメリカ航空宇宙局によるスペースシャトルのミッションである。1982年11月11日に打ち上げられた。5度目のスペースシャトルのミッションであり、また5度目のコロンビアのミッションである。SBS-3 衛星、アニクシー3の展開、STS-5 は最初の運用ミッションであり、またこれまでで最多の4人の乗組員と初めての 商業衛星2機を宇宙に運んだ。コロンビアの5回目となる打ち上げは1982年11月11日7時19分へに行われた。予定通りの時刻に打ち上げが行われたのは2回目だった。2機の通信衛星は展開に成功し、その後ブースターロケットで対一同期軌道に達した。どちらもヒューズウェアクラフト社が製造した。 HS-376 シリーズの衛星で、サテライトビジネスシステムズの所有する、サテライトビジネスシステムズ -3 と、テラサット社の所有する、アニクシー3であった。さらに、ペイロードとして、西ドイツの開発した微小重力ガス実験装置も、運んだ。乗組委員は、その他に、学生の考案した3つの実験を行った。 スペースシャトルのミッションでは初めて計画されていた宇宙遊泳は、ウィリアム・レノアの不調のため翌日に延期され、結局宇宙服の不具合のために中止された。コロンビアは1982年11月16日6時33分、PST にエドワーズ空軍基地の第22滑走路に着陸した。5日間と2時間14分26秒で、 地球81周200万マイルを飛行した。コロンビアは11月22日にケネディ宇宙センターに帰還した。STS-5 では初めて乗組員が体圧クを機内で打ち上げや大気圏再突入が行われた。STS-4 の終了後、スペースシャトルは運用段階に入ったと宣言されたが、コロンビア号空中分解事故後に設置された調査委員会では、 スペースシャトルは本質的に安全ではなく運用段階と考えるべきではなく実際にまだ実験段階であるとする報告書が提出されたその理由としては民間や軍用の航空機は運用段階に入る前に数千回の試験や評価が行われるがスペースシャトルの飛行回数は200回以下であり改良が行われている途中であるとしている アメリカ航空宇宙局では現在はスペースシャトルを実験機と位置づけている。描かれている五角形の青い星はスペースシャトル計画における番号を表している。NASA ではジェミニ計画以来伝統的に宇宙飛行士のために音楽を流している。アポロ15号では初めて乗組員の気象のために用いられた。曲は家族等によって乗組員個人にとって 特別な意味がある曲や日々の活動に適切なものが選ばれる。ミッションコントローラーズリリースリバイズドフライトプラン、ハットフライズ、コリン、クロノロジーオブウェイカップコールズ。NASA、http コロンスラッシュスラッシュヒストリー n a r s ー a GOV スラッシュ WAKEUP%20 コールズ。PDF2007 年8月13日閲覧。ありがとうございます。